本企業そのものにはまだまだ力があって、でこの企業とこの企業の力を合わせることで非常にもっといいものが生まれてくるということを確信しているからです。スタートアップと大手の企業が混在しているユニークな場所です。大企業の中でも結構新しい取り組みをやっている、そういう方々が多いので刺激はすごく受けると思います。私たちのような技術を持っているスタートアップ企業に対してすごいいい環境だと思います。世界で通用するスタートアップになるため、未来に向かって走っている方が多いかなと思います。現状の常識にとらわれない方は多いと思います。すごい自由な人が多いですね。目的を共にしている仲間たちの集まり、トレーテルと社外の友達が増えたといいますか、来れば誰かいるという安心感があります。第一線で頑張っている方々とここで出会っていろんな刺激を得られるからです。場の力っていうところが非常に重要だと思います。テナントさんの技術と我々が提供できるサービスがこう交差してクロスして、で新しい未来を作っていくものだと思います。まあ新しい金融機能が生まれると思います。丸の内の未来は明るいだと思います。なぜかというとベンチャーが多いの でクリエイターの人も多いので、そういう環境構想成功が生まれてくると思います。今もう変身しましたね。今丸の内はものすごいハプニングスポットになっちゃいました。世界中の人たちが来るようなそんな街にしたいなと思ってます。世の中こうなってったらいいなっていう領域がクロステック、スタートアップと大企業を協業して新しいサービスを開発していく仕組みを作っていくことが私たちのミッションだと思います。